時間。乾杯。食べムラが最近増えて、何だったら食べてくれるかなって試行錯誤をしています。白ご飯すっごい食べる時もあれば、食べずにこうやってツルツルにしたらツルツル食べてくれたり。2人で夫とご飯食べてる時もなんかいっぱい動画送られてきて楽しんでるなっていうのは見てたんですけど、おばあちゃん家に行っていろんな人によくしてもらって楽しかったと思うんですけど、やっぱりそれでもあママいないなっていうのを気づいてたのかなと思いました。でなんか夫との時間は2人で久々にゆっくりご飯食べて、こう娘の話はもちろんなんですけど、今年の反省だったり来年こことこうしようとかっていう話ができて、こういう時間もやっぱり大切だねっていう話にもなり、1年に1回、まあ、2回欲しいけど1回は絶対におばあちゃんに頼って夫婦の時間は取ろうっていう話になりました。私自身もすっごい息抜きになったし、心にも余裕ができたし、すごい大切だな、こういう時間っていう風に思いました。座ってください。程よく息抜きしましょう。じゃあねー、バイバーイ。バイ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 。It's the end of the year. Everywhere I think youMama, mama, mama. Just the worst time to be someone special. もう食べよう。ネイルも赤にしてクリスマス仕様にしました。で、このデコレーションを作っていこうと思います。これ一緒にお手伝いして。どこから開けるんだ、どこから開けるんだ。よし、OK ですかね。
これでこういう感じにする。こうやってさ、こうやってここにこういう時のねストランジを用意して包んで結ぶか。見てこれ、可愛いでしょ。これこうやってさ、これぐらいを切って、あ、これ、これどうぞ、これどうぞ、まだいらないのね。なんか本当は名前プレートとかあったら可愛いんだけどね。そう思う？これをさ、こうやって、まあ、こんな感じで机に置いていこうかなと思います。ナイフもいった？ナイフもいるか。ナイフいるね。シリーズ使ってます。